さんこんにちは、ノアイです。マリサだ。今回もウィザード動画の続きだね。これが今までの動画たちだな。説明欄にリンク貼っとくから、よかったらそっちも見てってね。そしてツイッター始めたから、そっちもよかったらよろしくな。それじゃあ早速行こうか。最初はウィザードオールドラゴンだね。ウィザードラゴンの力を限界まで引き出し、ウィザードラゴンの全能力や全エレメントを融合したドラゴン系スタイルの最終段階。針が一周したドラゴタイマーをドライバーにかざして、分身していた3体のドラゴンスタイルが合体した姿。ウィザードラゴンの体にそれぞれオールドラゴスカル、オールドラゴテール、オールドラゴウィング、オールドラゴヘルクローに強化された状態で装備されてんだね。スペックは身長 205cm、体重 115kg、パンチ力推定値 14.8トン、キック力26トン、ジャンプ力42m、走力 100m を 4.2 秒だね。このステータスは全フォームの中で最強、ジャンプ力、走力はハリケーンドラゴンと同じなんだよな。必殺技のストライクドラゴンは、地面に投影した大魔法陣に4つの魔法陣を書いて、フェニックスの動きを拘束させて、ライダーキックでフェニックスを太陽の彼方へ一気に吹っ飛ばしてたね。最後はインフィニティスタイルだな。ソーマハルトがインフィニティウィザードリングを使って変身する、ウィザードの最終形態。その戦闘力は非常に高くて、ビーストハイパーでさえ苦戦したレギオンなどの強敵を圧倒してたね。この白銀の魔法使いは、ハルトとウィザードラゴンの力が結晶化され形成されたもので、その高い防御力と輝かしい姿はダイヤモンドみたいだな。スペックは身長 202cm、体重 96kg、パンチ力推定値8トン、キック力 11.3 トン、ジャンプ力 32m、走力 100m を5秒なんだな。特徴はなんといっても圧倒的な防御力と、時間干渉による高速移動。さらに自身の使用した魔力を再吸収することにより実質無制限に、魔法を使用できるという意味不能力もあるんだな。武器のアックスカリバーは、ウィザードラゴンが変化した、インフィニティスタイルの専用武器。さらにカリバーモード時にインフィニティウィザードリングをかざすことで、時間の流れに干渉してウィザードを高速移動させることができるな。時間の干渉とかなしやん。必殺技のドラゴンシャイニングは、ハンドオーサーとハイタッチすることで、アックスカリバーが巨大化。高くジャンプし、急降下しながら相手を叩き切る。他に、跳躍しなかったり、相手を連続で切り裂くバージョンもあるね。今回はここまで。よかったら高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローもよろしくな。それじゃあ次の動画で。